2019年の8月22日にここ大槌でも大槌高校の生徒の皆さんと東京芸術大学の学生の皆さんがワークショップを開催し、デザインを選び、そしてどういう形でメッセージを生徒に伝えていくのか、こういう過程を経、その後先ほどございましたエクスリ様のご協力を得て、復興住宅で使われたアルミ建材でそのメッセージというものを作成をし、今日いたというわけでございます。大会期間中は国立競技場のすぐ横にこれが設置をされました。ちょうど国立競技場の開閉会式に入るアスリートがみんなその前を通ってこのモニュメントを見ていく、そして何が書いてあるんだろうと、ちょっと足を止めて、見ていただいて、なるほど、こうか、こうなんだ、応援ありがとう、こういう気持ちを持っていただくとともに、陸上競技の時はサブトラックという練習場から本大会のアスリート競技場に入る、そのまさにさなかでございますので、よし頑張ろうと、こういう気持ちを新たにして、素晴らしい活躍をしていただく、その応援をしていただいたところにございました。本日お披露目いたします東京2020復興のモニュメントは、これも先ほど来紹介にございますが、被災地の仮設住宅から回収した、再生アルミが原材料、そして、一昨年の夏には、広報室長で、ワークショップで地元の高校生自らが、モニュメントのデザインを選び、そこに自分たちから世界へのメッセージを載せていただきました。そして、大会開催中にはオリンピックスタジアムの横にモニュメントを設置いたしまして、世界中から訪れた多くのアスリートの方々にここに向けて力強く歩む皆様からのメッセージを伝えてまいりました。そして IOC のバッハ会長、 IPC のパーソンズ会長をはじめ多くの方々に皆様への思いを向けサインを書いていただきました。このサインを皆様と共に作り上げたモニュメントに加え、本日お渡しさせていただきます。東京2020復興のモニュメントのお披露目です。どうぞ。さあ、東京2020大会でアスリートを通じて世界に育てて大槌町からのメッセージを発信してきた東京2020大のモニュメントが大会のレガシーとして今ここにお披露目されました。東京芸術大学の学生、大槌高校の生徒の皆さんによるワークショップでデザイン、イメージが制作された復興のモニュメントがここ大槌町文化交流センターおしゃっちに設置お披露目されることに大変感動し感謝いたしております。被災地岩手県から支援の感謝の気持ちや応援メッセージを届け、アスリートからサインをいただいた復興のモニュメントは世界広しといえど、ここ大槌しかない唯一無二の存在です。東京2020大会のレガシーとして町民に限らず多くの皆様に触れていただき、しっかりと継承してまいりたいと思います。そうですね、約2年前にワークショップをここでさせていただいたんですけれども、学生の皆さんと一緒にワークショップができてすごい楽しかった記憶があるんですけれども、それと同時に、このモニュメントを皆さんの一生懸命デザインを考えている姿を見て、このモニュメントをより一層いいものにしなければならないなという責任を実感したのを考えています。私の成長というのはこういう鋳造するコーナーですから、これをほとんど立体的なものとか全部鋳造したんですが、その大元を生徒の皆さんに決めてもらって、やっとここに完成させることができました。本当にこういう話かなと思ってたのを今日実現していただきまして、本当にありがとうございました。まず
ここに関わってくれた方々の感謝の気持ちと、東京オリンピックの思い出を伝ってもらえればいいのかなと思います。では大さんお願いします。このモニュメントがモニュメントとなって大槌町に来てくれたことがすごく嬉しく思います。このモニュメントを通してモニュメントを見た人たちを元気づけられたり、また世界の方々にも復興の感謝の気持ちを伝えられたらいいなと思います。はい、小国さん、大さん、どうもありがとうございました。